こんにちは、メンズの松です。語らうスポラジ第15回の収録でございます。はい、各国、リーグ戦はもうすでに終わっておりまして、つい先日チャンピオンズリーグも終わったということで、今シーズン全て終わった形にはなったんですけれども、サッカー界は、これから先移籍の話題だったりとか、ユーロがあったりとか、小さなというかね、いろんな話題は尽きないので、いろんな話を、引き続きシーズンが終わってもこのカタラウで、させてもらおうかなと思っております。はい、早速ですね、今回扱うトピックスを先に、お伝えしたいなと思うんですけれども、日本代表の話をまず一つさせてもらうのと、そのチャンピオンズリーグの話もさせていただきます。あとは移籍の話題、もうすでに完了している移籍だったり、少しちょっと話題になっているその移籍の噂だったりとか、あとはちょっと、ちょっとこうゴシップ的なとか、ちょっとこうサッカーだけどサッカーっぽくないニュースとか、なんかそういうものもちょっとこうお話しさせていただけたらなと思っております。はい、ということでカタラウスプラジ第15回スタートでございます。はいはい、でしたらまず前半戦の方に行きたいなと思うんですけれども、まず日本代表の話からさせていただけたらなと思っております。日本代表はですね、つい先日、ミャンマーと試合をしまして10対0で勝利しましたね。その試合ももちろん僕お仕事が休みだったので、フルタイムで行くことができたのでもちろん見ていたんですけれども、10対0でね、大勝できたことはやっぱり素晴らしいことですし、得点をねたくさん取れたことはやっぱりこう選手としても嬉しいと思いますし、良かったなと思うんですけれども、一つ、言えるかなって思ったのは、森保監督に関してなんですけれども、すごくこう人情味あふれる指導者というか監督なのかなっていうのは、日本代表のその YouTube だったりとか見てたら分かるんですよ。結構こう、見た目がすごくこう柔らかいというか優しそうな感じな方なので、なんていうんですかね、よく言えば優しいお父さん、上司でも、ちょっと悪く言えば優しいけどなんかこうチャレンジとかそういう大きな、なんかこういろいろ試せることをあんま試してないというか、その日本代表のね試合も、そのいわゆるミャンマーっていう、ちょっと好きな言葉使うと、格下と言われる相手と戦ってたわけじゃないですか。だからこうある程度試合を決めれた段階でこういろんな選手を試すのは全然ありやと思うんです。いろんな選手を使ってたので、そこは別にいいと思うんですけれども、こういった機会やからこそ普段試せてないシステムであったりとか、こう例えばですけど、4バックから3バックに変えてこういうことやってみたかったみたいなことをいろいろ試してみたりとか、ただ選手をこう変えるだけではなくて、なんかそういうことをこうやっぱチャレンジしてほしいなとは思いますし、なんかいい機会やったのでちょっともったいないなとは正直感じました。多分ね、お話とかもしすることがあったら多分すごくいい人やと思うんですよ。もうなんか優しそうじゃないですか。でもなんかそれがこう出過ぎてるんじゃないかなというかなんかあんまりその指導者というか、なんか育成とかそういうのは上手なんじゃないかなって思うんですよ。ただこう監督ってなった時に、戦術ってなった時にやっぱりなんかこう、ってなっちゃうんですよね、僕はね。それこそこう、ジダンとかスールシャーとか、なんか
かあの辺に似てるかなっていう感じなんですよね。僕その先日のその、まあ、振り幅というか多さとか手持ちの数、手札の数とか見ればなんかそこと一番似てるかなって感じるので、まあ、もちろんその日本代表だと、まあ、リーグ戦みたいに数が、ね、多いわけではないし、常日頃一緒にいるわけじゃないので、まあ、難しい、ね、のかもしれないですけど、まあ、だからこそちょっとチャレンジしてほしいっていうのもありましたし、まあ、だからこそこのリーグ戦とかでね、一向になんかこう結果というかそういうのも出せないスールシャールに対しては僕はもうちょっと頭を悩ましているところではあるんですけど、でもやっぱりこうチャレンジしてほしかったなっていうのはあります。ただやっぱり10対0で勝利できたのはやっぱ素晴らしいかなと思いますね。で一応ねこれが収録している段階の日が日本代表対アンダー24の日本代表がする試合の当日の朝なんですよ。朝収録していて翌日に収録しようかなと思ったんですけど、僕ちょっと仕事で撮る時間がどうしてもなかったので今撮ってるんですけど、だからちょっと今日今日の日本代表の試合は見れるんで楽しみだなと思ってるんですけど、本当はねジャマイカと試合をする予定だったんですけれども、まあ、ちょっとこうジャマイカの選手たちがこう飛行機の搭乗でちょっとこう問題があったというか、なんかそういうのがあったみたいで、亡くなってしまってこういった機会になったという感じになってるみたいなので、まあ、そちらもねすごく楽しみで見させてはいただくんですけれども、そうですね、まあ、日本代表はねそれこそアンダー24はもうこれからまた大事な試合が続くと思いますし、オーバーエイジのね遠藤航選手と吉田麻也選手と富安選手かな、富安選手ではないね、誰やったっけ、あ、坂井宏樹選手かが確かあれオーバーエイジで行ってるんで、まあぜひとも期待したいですし、もうこうなかなか見られない選手っていうのもね代表で見れないと思う選手もこう見ることできると思うので、なんていうんですかね、友達同士の試合みたいにならなければいいなとは思っております。はい、で次ですね、チャンピオンズリーグの話に行きたいなと思うんですけれども、チェルシー対マンチェスターシティでチェルシーが1対0で勝利しました。素晴らしい試合でしたね。まあ、やっぱりね、まあ、ペップのチームはやっぱ素晴らしかったです。今シーズン通してね、シーズン通して素晴らしい試合を多く見せてくれてますし、作り上げるチームっていうのはやっぱり素晴らしいチームが多いんですけども、なんかやっぱここ最近ずっとこう大事なところで負けてしまったりすることがやっぱ重なってるのはなんでなんかなって思ったりはやっぱするんですよね。で僕それね一つちょっとこうこれなんじゃないかなって思うのがあって、なんか結構そのペップがこれから補強しようとするラストピースみたいな感じで、なんかセルヒオ・ラモスとか、なんか大型フォワードのハリー・ケインの話とか結構出てたりするんですけど、確かにね僕それもそうやと思うんですけど、僕ねシティがこうなんか一発勝負でなんか大事なところでこう負けたりする時って、もうこういう特に初めての舞台だったりシティはチャンピオンズリーグの選手は、まあ、それもある分やと思うんですけど、なんかね常日頃のリーグ戦でそういったことをあんまり経験してないからにと思うんですよ。それはまあ強さがゆえんなんですけれども、まあ、例えばリバプールだったりとか、まあ、うちのバイエルン・ミュンヘンだったりとか、まあ、3連覇したレアル・マドリードとか、なんかそういうチームってなんかこう、まあ、バイエルンはまあリーグ戦でも結構、まあ、リバプールも取ったのチャンピオンズリーグ優勝した時も圧倒的に強かったですけど、なんていうんですかね、なんかボール持って支配するのはもちろんする時もあるんですけど、こうゴリゴリっとしたいわゆる高さだったりとか、こういわゆるこうなんていうんですかね、こう当たり強いというか、なんかそういうこうラフなボールでも点取れてしまってたんですよ。取れてしまう選手がいたりとか、それをできる選手たちが揃っていたというか、
なんかそういうのをやっぱリーグ戦である程度やったりしてたので、こう追い詰められた時にこうラフにボールを蹴って中で勝負できないというか、シティの場合それこそガブリエル・ジェスとかアグエロとかいい選手はたくさんいるんですよ。ただやっぱこう高さが足りなかったりとか、普段からそう何ていうんですかね、ラフにボーンってボールを蹴ったボールをこう誰かが合わせるみたいなことってまあないじゃないですか。綺麗に崩して点取るとかって、なんかそういうのがやっぱ多かったので、もしかしたらちょっと難しかったのかなとはやっぱ感じるんですよ。もちろんね、素晴らしい指導者なので、ペップ・グアルディオラっていうのはもうね頭も上がらないぐらいの指導者なんですけども、やっぱそういうとこもやっぱりあるのかなとは思います、はい。でチェルシーに関しては、まあ、トーマス・トゥヘルね、もう僕語らうで何度も言ってると思いますけど、就任した時から言ってると思いますけどね、もう絶対に解任しちゃダメだと、もう本当に素晴らしい指導者なので、まあ、多分それが当たったのでも本当に嬉しいんですけれども、まあ、世界でもねトップ5になるなるというかもうなってると思うんですけど指導者やと思うので、まあ皆さんが思うねトップ5って誰どなたか分かんないですけど、僕はトップ5に入ってると思いますし、その結果をやっぱり出したなと思います。はい、もう本当にねこうやっぱりこう意図がやっぱ見えるんですよ、起こしてることに意図が見えますし、それがやっぱり論理的になってるんですよね。こうなんかこう大雑把ではなくって、ちゃんと目的過程目的に対してどう過程を組み立てていくかっていうのがしっかりしてるんですよ、トーマス・トゥヘルって、まあ、ペップとかもそうですけど、クロップとかもね、そういう優秀な指導者もそうなんですけど、やっぱりねそういうとこができる監督じゃないと、やっぱこう今のそのフットボール業界やっぱトップを取れない、こうリーグ賞もそうですしチャンピオンズリーグ賞もそうですし、やっぱどこかでボロが出るんですよ、そういうのができない監督だと。どこかでボロが出て負けるだけど、そういうことができる監督やとそのボロが出にくい状態にしている、常に。だからシティとかはやっぱ常にああやってリーグ戦で勝ち続けていけるし、もうボロが出るっていうことはリーグ戦でね、ボロが出るってことはチャンピオンズリーグとか大きな舞台になってもそれはさすがにボロが出ますよって話なんで、まあこのチャンピオンズリーグに関しては本当に素晴らしい試合を見せてもらったんですけれども、僕そのカンテね、もう本当に素晴らしい働きしていたと思うんですけども、カンテはねみんな言いたいのは分かります、もうだって目に分かるぐらいすごいですもん、すごいんですけど、いや僕はやっぱりね、僕 YouTube のそれこそ実写の動画で元相方の宇治がまだいた時なんですけど、好きなサッカー選手っていう風に発表させてもらったんですけど、僕はやっぱりねアスピリクエタも良かったと思います。やっぱり彼やっぱいいんですよ、本当にいい選手、キャプテンだしね、でまとめのなんか性格めっちゃ良さそうですもんね。で技術もあって守備に関してやっぱ一級品ですね。でクロスも上手いし、やっぱいい選手だなと思いますね。若ければバイエルンに来てほしいなって思うぐらいの選手ですね。本当に素晴らしい選手です。でチアゴシーバーもねチャンピオンズリーグ取れて良かったですね、はい。ということで、まあ、前半戦もねここで一旦終わらせていただきまして、後半戦は、まあ、移籍の話題を中心に、まあ、ちょっとしたトピックスとかも話していけたらなと思っております。カタラウスポラジ、はい、ということで引き続き後半に移りたいなと思うんですけれども、移籍の話題ですね。ちょっとまあ僕が現時点でまあいろんな移籍はねもちろん起きたりしてるんですけども、前回のカタラウでもちょっと移籍の話題ちょっと触れたりはしてたので、それ以降の移籍の話題でまだ触れてなかった話題だったりとか、まあちょっと気
気になるなっていう遺跡に関してちょっと話させていただけたらなと思うんですけれども、まずですねセルヒオ・アゲロ、バルセロナ遺跡が決定いたしました。まあこれはね元から決まってたって言ったらあれですけど、まあシティ対談が決まっていて、まあどこに行くんだろう、まあ移籍がねどうしても、まあ彼ほどの選手ですから、まあ出るのは間違いないですし、まあそれこそ出てたのだとチェルシー当時も出てます、チェルシーとか、まあマンチェスターシティ方面かな、あーマンチェスターシティじゃない、バルセロナかバルセロナとか、まあ基本ここ方面か、もしかしたらまあ母国に帰るとか、アルゼンチンですね、まあこの辺かなと思ったんですけど、やっぱねバルセロナに移籍が決まってやっぱメッシと一緒にしたかったのかなと思ったりとか、まあ、メッシ本人がアグエロを望んでるのかもしれないですけれども、まあ多分それも強いんじゃないかなということで、まあバルセロナで決まりましたと。まあその一つ言えるのは、まあ指導者というか、まあ、監督がクーマンなんで、もう何回も言ってると思うんですけど指導者としてトップではないので、バルセロナは率いてるからといって、それこそね、さっき前半戦で話したツーヘルやったりクロップやったり、まあペップ、まあ、あとはナーゲルスマンとかアレグリとか、まあ、この辺あとバルベルデとかかな、まあ、あとはアレグリか、アレグリ言ったかな、2回言ったかな俺、まあまああと誰やろな、まあブレンダン・ロジャースも結構ねいい指導者ですけど、この辺りになるのかな、まあこの辺りに比べるとやっぱりこうねどうしても格というか、その指導者としての経験、そのレベルって言ったら失礼ですけど、まあできること、まあ、手持ちの手札数も全然ちゃうかなとは思うんですけれども、まあね、アグエロ以外にも一応エリック・ガルシア同じマンチェスターシティから来たりとか、あとベティスからエメルソン来たりとかしてるんですけど、特にアグエロに関しては、まあ、グリーズマン行ってメッシいるじゃないですか、どういった形で使うんだろうなとは思うんですよ。別にアグエロもそれこそ運動量別にめちゃめちゃ多いってわけではないですし、年齢もねある程度来てるので、だからどういったサッカーをするのかっていうのは、まあ、どういう使い方するのかっていうのは、まあ、もちろん注目はさせてもらうで、まあ、最初の方はバルセロナでさせてもらうことが多いと思うんですけど、まあ、そこは多少ちょっと気になるなっていうのと、あともうバルセロナから逆に出ていくっていう感じの噂になっているのは、まあ噂レベルですけど、まあセルジロベルトがねシティのなんかラポルトとトレードの噂があったりとか、あとはなんかほんまなんかかっする程度の噂ですけど、あのセルヒオブスケツがね、まあうちのバイエルンがちょっと狙ってるんじゃないかとか、なんかまあいろいろね話題はありますけども、まあブスケツはさすがに出ないと思いますけど、出るんならまあ欲しくないことはないんですけど、欲しいっちゃ欲しいんですけど、スタメンで出れるかって言われたら、今のゴレツカ・キミヒのダブルブランチに、まあ、競争力は間違いなく増えるんですけど、ここが今ちょっと鉄板で強なってるんで、ちょっとまあどうなのかな、 4-3-3 になったらねアンカーだとまあ彼一人でいいと思うんですけど、今噂があったりとか、あとはまあレアルマドリードで言えばね、まあ、監督それこそアンチェロッティが決まりまして、まあツイッターとかでもよく上がってますけど、ハメス・ロドリゲスがアンチェロッティが行くとこ行くとこで彼も一緒に行ってるじゃないですか、バイエルンもそうだし、エバートンもそうだし、でアンチェロッティがまたレアルに戻るからハメスどうすんねやみたいなね話題になってますけど、ハメス今シーズンねパフォーマンス特に最後の方は良くなかったので、いいとはあまり言えなかったので、なんかまあね、なんかまあそのスキルだったりとか、まあ、違う部分はあるんですけど、まあ、ちょっと僕エジルに似てる部分があるんで、どうしてもハメスに関してはね、こうやることはちょっと違ったりするんですけど、特に守備の面でね、
趣味の面で特に一緒に似ている部分があるなと思うんですけど、ちょっと切り替えが鈍いんですよね。これはね、正直今の世界のトップレベルを狙うチームには欠かせない能力で、それこそチャンピオンズ優勝とかリーグ優勝とか狙うチームに欠かせないんですよ。やっぱりそういうことをシティのデブライネだったり、ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスで、バイエルン・トーマス・ミラー、あとはリバプールか、リバプールだと、まあ、いなくなっちゃいますけど、ワイナルドムとか、まあ、ヘンダーソンとか、まあ、あの辺は全員しますし、まあ、こういう仕事がやっぱできないと、守備に関して切り替えをしっかりできないと、やっぱり生き残っていけないっていうのがもう世界中で起きてしまってるので、ちょっと話がちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあ、そこを伸ばさないと。でも年齢的にももう30近いんでできるのかなとは思うんですけどね、まあ、本人の意識次第と思ってます、はい。で、そのリバプール、さっきちょっとプロッと出ましたけど、コナテ、ライプツィのコナテがリバプール移籍決まりました。ライプツィセンターバック2枚とも、移籍ということですね。ウパメカのバエルン、コナテがリバプールと。でコナテに関してはやっぱフィジカル強いし、体重もうまいし、まあ、スピードもあると。もともとウパメーカーのより先にコナテの方が注目されてたぐらいの、注目株なので、まあ、リバプールに行くということになれば、あ、本当にね、ファンダイク、マティプ、コナテ、あとあれ大体ボタンカバーかとかね、もうあとジョーゴメスとか、めちゃめちゃ層厚くねっていう話なんですけど、めちゃめちゃ強いやんっていうセンターバック揃いすぎやろっていうぐらいセンターバックリバプール揃えたなと思うと、あとリバプールに関しては動きが速い、まあ、うちのバエルも言えることなんですけど、比較的速い手打つの、まあ、リバプールの方が速いかな。こういうのはね、やっぱ優秀なんですね。フロント特に補強面だったり、そういう選手交渉に関して優秀であるもうことがもう分かりますよね、こういうとこ見てると。バイエルンはバイエルンでよく頑張ってくれてもいいんですけど、ユナイテッドに関してはやっぱリバプールのフロント羨ましいなとは思いますね。これぐらい早く動けよ、ユナイテッド金持ってんだからっていう感じではあります、はい。で、次ですね、バイエルン、まあ、ブンデスリーガーになるんですけど、ボルフスブルグがですね、監督、新しい監督が決まりました。マルク・ファンボメルと。懐かしいね、ファンボメル。なんかね、昔の選手たちが監督になってるのも最近もザラじゃないですか。だけどこうファンボメルまたなるってなると、なんかまたなんかこうやっぱ選手時代というかやっぱ思い浮かべますし、僕WCCF っていうサッカーのゲームをよくやってたので、ファンボメルのカードもよくたまに使ったりしてたんで、なんか感慨深いなって感じですね。どういったサッカーをねやってくれるのか楽しみですし、バイエルンと試合するのもとても楽しみだなっていう感じではあります、はい。でちょっとまあ一旦ある程度これぐらいで決まった噂は話してもらった、決まってるような噂はね、移籍の噂はここで終わらせてもらって、ちょっと噂レベルでちょっとこうまだ気になるなっていうのなんですけど、エバートンがいわゆるこうアンチェロッティがレアルマドリードに引き抜かれたので、まあ、ポッターであったりブライトンのポッターであったり、まあ、ウルブスを退任したヌーノだったりとか、まあ、この辺がエバートンのこう候補に上がってるんですけども、狙いどころは悪くないと思いますね。まあ、ヌーノはやっぱウルブスでよく、結果を出してきていますし、ポッターなんてブライトンっていうチームを率いてますけど、僕は正直もうちょっと上を率いてほしいなって思えるぐらいの指導者だと思いますし、面白いサッカーしてるんで、もうどうしてもリーズとかに目いってしまいますけども、本当にいいチームですよ、本当にブライトンはね。もうぜひちょっとプレミア見てない方だったりとか、まあ、プレミア見ていてブライトンはあまりね見慣れてない方はぜひちょっとポッターのサッカーを見てほしいんですけども。で、次ですね、スパーズですね。
ライアン・メイソンが今暫定でやってますけども、新しい指導者を、まあ、指揮官を連れてくるのは間違いないだろう、もともと決まってたろうと探してるんですけども、今一応噂に上がってたポチェと、コンテで、ポチェは今パリと契約してるんでどうなるのか分かりませんという感じで、でコンテに関してはインテルこの前退任しましたよね、給与面の問題だったりがあって、で最近ここ最近のニュースやとコンテが結構濃厚な路線なんじゃないかと出てますね。コンテはチェルシーでもやってますし、まあ、ロンドンの地は多分慣れてるとは、まあ、慣れてるというかね、まあ、一度足踏み入れてるんで大丈夫やとは思うんですけど、こう結構主力がね、特にハリー・ケインが多分もう間違いなく出ていくと思うんで、どう立て直していくのか、誰が欲しいのかとか、それこそもしかしたらね、インテル今負債というか移籍でね、選手も出さなダメなんで、インテルがもしかしたらルカクに戻ってくるのかとか、あのインテルからね選手引き抜いてくるのかもしれないですけど、まあね、でもコンテだったらそれはそれで面白いですし、プレミアはやっぱ指導者ね、面白い人たちがいっぱい集まってきますね、とても楽しみです、はい、でちょっとポチェがちょっとそのパリをどうなるかみたいな話になってた時にちょっと話したいなと思ってたんですけど、あのレオナルド、あのパリの、あのここがねやっぱクセモン感がやっぱ強すぎて、まあ、トゥヘルとも揉めてましたし、インテルの時もそうでしたけど、監督とよう揉めるんですよ。でもねパリからは切られないんですよ。なんか上にいい顔はするんですけど、監督には結構ガンガン言うんかなと思って、この人なんかね、僕なんか見た目はね結構いい感じのダンディーな感じなんですけど、なんかこの人ちょっと癖ありすぎて、ちょっと僕ねあんまりなんかいいとは思ってなくって、こんないろんな監督と揉めるってなかなかないっすよ。いや仕事はどうかって言われたらね、その見ていないんでどうかわかんないですけど、どうかな、レオナルドもしかしたら変えた方がいいのかなとは思いますけどね、僕はね。まあ、パリの方はサポーターはどう思ってるかわかんないですけど、で本当に最後はちょっと可愛い話題になっちゃうんですけども、あのイングランド代表あるじゃないですか、あのイングランド代表があのポケモンとコラボしていてあの動画見ました。あのねラッシュフォードと、フォーデンと、メイソマウントが確か出てたんですけど、ポケモンそれこそ何だっけ、ソード&シールとかの、いわゆる御三家、あの最初のポケモン3匹とあのピカチュウが出てたんですけど、なんかそれを見た時になんかポケモンってすごいなって改めて思いましたね。でも全然でもサッカーの話題なんですけど、ポケモンの話題になっちゃったんですけど、やっぱこう世界的にも人気があって、こうねポケモン GO とかもそれもすごい流行りましたけど、ね、やっぱポケモンってすごいんだなって改めて思いましたね。まあ普段僕もねそれこそ新作が出るとポケモンは毎回 やらせてもらってはいるんですけど、こうやってやっぱ自分がこう全くこう考えていなかった、なかなか接点もそうなかなかつなげることないじゃないですか、こういうことがないとき、こういうサッカー界にもやっぱこう出てくるなってなってくると、やっぱポケモンってすごいなと思いましたね。久しぶりにソード&シールドつけてみようかなと思ったぐらいなんで久しぶりにつけようかな。あのダウンロードコンテンツとか全然まだやってないんですけど、やろうかなと思ってます、まあ、はい。ということでね、カタラウスプラジは一旦というかね、まあ、第15回はここで終了させていただきまして、第16回もね多分リーグ戦がまだ終わってはいないんですけど、まあ、ユーロが、まあ、つけて始まったりするので、多分その話題に触れていったりすると思うので、また、カタラウスプラジの方にお聞きください。はい、ということでカタラウスプラジ第15回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。